松屋で外人さんと3人組がウィッチチープリスと100円のとろろと60円の生卵を買おうとしてたので、ウェイトウェイトと話しかけて、適当英語で You eat beef rice? と聞くと Yes と言うので、牛丼はこれとレクチャーありがとうと喜ぶ外人3人と、結局相席に紅生姜、唐辛子、生卵のかけ方など説明する羽目、味噌汁がフリーに歓喜する3人、カリフォルニアの吉野家には焼きそばあるよと謎の自慢、結局3人とも牛丼食べた後にカレー牛も平らげてました。その後もっとカレーが食べたいみたいなことを言うので、新宿のカレー屋で唯一知ってるハイチに連れて行き、ドライカレーを食わせました。コーヒーがついてくるので大喜び。さて解散かと思ったら、ドンカツ食べたいと言い上がるので、新村に連れて行き、そこで私は逃亡。どんだけ食うのよ。なんかカリフォルニアの有名サーファーだったみたいですが、全く知らないまま。学生時代の話、大学で知り合った白人留学生2人、オスとメスと喫茶店へ。喫茶店といっても昼間は定食屋も兼ねてる変な店。そこの名物は洋風豚丼、豚カルビがケチャップと酢で味付けされてて、何盛りでもてんこ盛り、味はほぼ酢豚丼で、当時550円で味噌汁と漬物までついてくる格安っぷり。かなりうまいし腹いっぱいになる。白人2人とも何でも食えるし、メニューは俺氏に任せるというので、3人とも洋風豚丼、それとアイスコーヒーをオーダー。ちなみにまだ当時アイスコーヒーが海外であまり普及してなかった時期な。まず豚丼が運ばれてくる。白人2人箸を器用に使い、丼をがっつく。表王、今まで食べたことない味だよ。漬物、白菜ときゅうりの塩漬けと味噌汁、わかめと長ネギも運ばれてくる。いいね、味噌スープ最高だね。味噌汁は知ってた模様、残念。大満足のところに食後のアイスコーヒーが運ばれてくる。二人とも目が点状態。何これは。いや、アイスコーヒー、ジャパニーズはこれを飲むんだよ。アイスコーヒー、缶で飲むものだと思っていたよ。こうやって飲めるの、ちょ、うまー。てか喫茶店レベル高。その後その2人が喫茶店に入り浸ったのは言うまでもない。15年以上前に外国人を喫茶店漬けにさせた話。